では参ります。文法問題からです。問2番、ここまで書いておきました。ご覧ください。皆さんね、夏休みに、まあ、こんなのやりましたね。こういう文法トップギアなるものをやりましたね。ひたすら識別をしようぜっていうやつですよね。ひたすら識別やっていこうぜっていうやつを、やっていたかと思います。今回はまあその中のルなんですけども、ルの識別で頭に入れといてほしいことは、大雑把なことしか言わないよ。ルの識別、まず大きく2つに分けようね。そのルというのが一を単独で使われるのか、一を単独っていうことは助動詞のるってこと、助動詞のるってことですよね。一を単独ね、受け身可能自発尊敬のる、もしくは完了存続のる、どちらか、もしくは何かの一部、まずは考えていただきたいわけです。その言葉が一を単独なのか、もしくは何かの一部なのか。一を単独だった場合にはそれは絶対に助動詞です。助動詞っていうことは受け身可能自発尊敬の面倒さいの公開文ですね、のルの可能性があります。その場合ルの上は必ず未然形になっているということ。未然形、もうちょっと砕いて言えばあの音になっているということ。そして完了存続のルっていうのがあった。これカーマンキティか、もう何度も何度もやってるもんな。1年間聞かれっぱなしだ。完了存続のルですっていうためには、このルの上って何形じゃないといけないの？うわぁ、うわぁ、甘いくん依然形。そうですね、依然形。つまり依然形ってことは、だいたいその祭り、この祭りっていうのは何の音になってるわけ？絵の音になってるんだよね。はい、そういうことをぜひ踏まえながら、見ていただければと思います。 OK、 大丈夫かな。この問題今間違えたらあかんぞ。もう10月に、もう10月と入る前にトップギアもう一回復習しろな、あの問題集な。はい、ではやっていきましょう。問2番、 A から見てみます。さながらなるに、まあもうなるって書いてありますからね、多分これは何かの一部なんでしょう。なるで考えられるのは、これ助動詞でしょうね。助動詞なるで考えられるのは伝聞推定の助動詞、もしくは、断定の助動詞、どちらかでしょう。そうするとさながらという言葉があります。小倉さん、いい、聞いていい、さながらってどういう意味？いいよいいよ、じゃあ俺書くわ。そのままっていうんですよね。何が言いたいかっていうと、こいつ非活用語なんです。はい、名詞と同じように捉えていただいて構わないんです。非活用語プラスなるですから、このなる何ですかって言われたら断定、るは何ですかって言われたら断定の助動詞の一部、これも答えていればいいわけです。続けていきましょう。誘える、まあヘルなんて言葉はね、あんまり聞いたことないので、多分誘うという言葉動詞ですね、プラスるという形なんでしょう。このルはおそらく単独で使われている。さあ、そうすると組子よくね、誘える、これ助動詞だ、つまりどっちかだ、どっちでしょう？その通り、完了存続ね、絵の音になっています。へえ、絵の音になっています。おそらく依然形のはずです。プラスルーですので完了存続、めんどくさいね、今日完了と書いてあります。振り仕切る、これ難しいですね。やってみましょうか。振り仕切りとルで分かれるとしたら、どういうことが起こるか。ルの上っていうのは、必ず、
もしあのルを助動詞と見るんだったら未然形か依然形じゃないといけない。じゃあ振りしくっていう言葉があるのかってことですよね。ありませんよ。つまり何が言いたいかっていうと、ここまでで動詞だったことです。ですから C は動詞一部。書かれるやってみましょうか。書かれる、まあこれはかかるという言葉プラスるなんでしょう。斉藤さん行きましょうか。このる、おそらく助動詞です。どっちでしょう。やっぱり完了存続になるわけですね。こいつが絵の音になっている。で、こいつが完了存続。いや次難しいから、新井にバキッと決めてもらおうかな。新井、バキッと決める準備ある？いくよ。寒なるものをと書いてあります。もちろんこれは上に名がありますので、なる、これで使う言葉なんでしょう。助動詞です。そうすると、じゃあ、あれ行くよ、頑張るな。このなるっていうのは、はい、なるで考えられる可能性は2つ。もう一度言いましょうね。断定の助動詞、もしくは伝文推定の助動詞、どっち？伝文推定。さあ、これが伝文推定と言える理由が言えたらかっこいい。はいよね、伝文推定。それをうんちゃんに任せますか。はい、でね、何という言葉があります。まあそれが活用して何になったんでしょう。何という言葉があって、それが断定だっていうことができれば、あ、そうだ、君たちほら、今回なんだっけ、寸大便エッセイやったでしょ。あれと全く同じ問題だよね。寸大便エッセイの問い2番これでしょ。何の識別やってくれってやつと、何の識別やってくれって言ったやつだよね。みんながね、自力で国語の復習するなんて僕は強も思ってないから、今日、今、あそこでパソコンうーんってなってますけども、昨日家で作ってきましたんで、ぜひどうぞご覧ください。はい、大丈夫だよ。カナオが国語の復習を自力でやってるなんて絶対俺は思ってないから、安心しろ。な、英語の復習はどこやろな。でも、あ、まあ、多分毎日国語の復習は無理だ。はい、そんなこと言っちゃダメなんだけどね。はい、ないっていうのは、それが断定の助動詞だっていう時ができるのは、はい、非活用語が上にドーンってあった時、主に名詞です。これですよね、これですよね。そういう時と、もう一つは活用語の連帯形が来た時、それは断定の助動詞と言ってあげることができる。じゃあ、伝文推定の助動詞になるときってどんなときって話だよね。伝文推定の助動詞なり、まあ今回の場合はなる。それってどういうときかっていうと、上は必ず活用語です。必ず活用語。どんな活用語が来るかっていうと、終止形。もしくは、ら行変格活用連帯形。あれは伝文推定の助動詞だというふうに言ってあげることができる。さて、そこで書きましたこの寒という言葉ですね、ちょっとね、いじめてみましょうか。セロナ、寒、はい、これ何が強いですか。下に、はい、そうですね、寒に図つけると寒図です。ですので、これおそらく下に段活用なんでしょう。め、め、む、むる、むれ、め、こんな感じなんでしょうね。めめむむるむれめ、なんていう風な感じの下に段活用なんでしょう。そうすると、さむと言っていますので、終止形であることが確定してるんですね。ということは、終止形プラスなり、まあ、今回なりです。終止形プラスなりの形になっているから、こいつは伝文推定だよと。ね。新井にいつぞやこんな感じで説明されたらね、俺は多分泣いちゃうと思う。新井がここまでビーッと解説したらね。てか、ここまで言えるようにして、全員、お願い。お願い。いいね。
で、オカル、はい、王子という言葉があるわけですよね。王子という言葉があって、オカルと言ってますから、こいつは形容動詞の一部。形容動詞だよね。形容詞の一部ですね。と、サクサクっと言っていただきたい。もうこういう問題を落としちゃあかんと思います、ね、はい、そんなことを言っている選択肢を探そうよっていうことでございます。ではここまで写し終わりましたら問2番ご覧ください。はい、問2番ではっきり言ってるのはこれでございます。 B と D が官僚の助動詞であるということで答えは2番。できた人、クミロちゃん、カナマちゃん、あのトップギア俺の目の前でやらせるよ。それは嫌だろ、さすがに。な、頭突きされながらやるの嫌だよな。はい、頭突きしながらやるのが楽しみですけども、はい、ぜひこの問題できるようにしておいてください。では文章の方に入っていこうと思うんですけども、時間もありませんので、大雑把にまずこの内容を皆さんに掴んでいただくんですけども、カナマキですよ。男と女がいたんですよね。男と女がいたんですよね。で、男は女のことを好きになったわけですよね。で、この男は一体どんなことをしたんでしたっけ。男は一体どんなことをしたんでしたっけ。手紙書いたんですよね。大雑把にこの話今のうちに喋っちゃうね。訳言わなくても済むように。男は女に手紙を書いたわけです。でね、女は最初いやいやって言ったんだけど、なんでか知んないけど女は男の元に来ちゃったんだよね。男の元に来ちゃったんだ。その原因はきっと手紙の中身、これが原因なわけだ。非常に男らしくない手紙を書いてるからな。君たちがビシッと内容をつかめてるわ。うわ男らしくねーっていうようなね、テンション高くてごめんね。男らしくねー手紙を書いてて、女の子はなんか心配になっちゃったんだろうね。ギャーってやってきたわけです。で、男と女が一緒になった。一緒になったこの男はどうしたかっつうと、拉致したんだ。すごい話だ。拉致、誘拐だよ、誘拐。めんどくさいから沖縄まで帰っちゃった。誘拐したんだ。つまり女を自分の家に連れて帰っちゃった。すごい話でしょ。で、連れて帰った後に男と女はそれぞれどんなことを考えていたか、それが問題になっていたはずです。男は多分自分の目的を果たしたからね、よし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 って感じでしょう。じゃあ女の子はどんな気持ちだったのか、そういう文章だったわけです。では、第3問、次の文章から始まるところをご覧ください。いきます。これ残り1分しかないんですけど。残り1分しかない。じゃあ残り1分で授業をね。戻った。戻った。50分だった。大画面でやっとくか。はい、では第3問ご覧ください。参ります。次の文章はから始まるやつです。次の文章は中島ひろたりのうつ世界の一節である。うつし、うつせって書いてあるね。うつせって空っぽって意味です。うつ世界の一節である。播磨の国明石の裏あたりに住んでいる男、男丸つけてね、男の出身地を、四角く赤ペンで書いとこうか。播磨の国明石の裏あたりいいね。これ後半で出てくるからさ。上京の折に出入りしている貴族の屋敷で姫君にとりあえず丸だけつけておく。に仕えている女、女丸つけてね。今回男を X、 男を X、 女を Y としておきたいと思う。この二人が恋仲となり落ち合う機会を伺っていた。以下の文章はそれに続く部分である。いいね。なんかこうちょっとテンションが上がる文章でよかったね。なんか知んないけどこれでカロンとか書いてあったらね、歌についてって書いてあったらね、もう寝るしかないよ、クブね。今日はよかった、恋仲の話だね、ヒューヒューって感じで見ていってやりましょうよ。かくてなお、なおってどういう意味やまないくん。はい、そのままね、依然としてやはりいいですね。かつてなお、その夜も虚しくて、まあそれはそのまま虚しくと訳してしまいましょうか。その夜も虚しくて明けぬ。どっちの状態言ってるんでしょう、わかりませんね。もうちょっと続けて読んでいきます。糸のおぼつかなく思いわびて。おぼつかなしの意味はもう言えるようになったね。はい、まあそれでもいいですかね、今回は。はっきりしない気がかりな待ち遠しいってやつです。意味わかんなかったらちゃんと調べておきましょう。はっきりしない気がかりだ待ち遠しい。ですから X と Y のどちらか、汚いので消しておきますけども、 X と
Y がいまして、そのどちらかが気がかりと思っているようです。また人やりつるに、やりっていうのは送るっていうんですよね。どちらかが人を送ったんです。まあ僕さっきの話でバラしてしまったのであれなんですけども、まあここではまだわからないという前提で読んでいきたいと思います。やりつるに、その後行きたがいて、たがうって違うって意味があります。違う、だから行き違ったわけです。行き違って彼方、彼方はあっちって意味です。あっちから、下遣いの女丸つけてねを起こせたり、カンパに質問、大丈夫か、ちょっと意識飛びかかってたからな。質問、女を送れそうなのはどっちだと思う？女でしょうね。皆さん平安貴族のルール分かってると思うんですけども、基本的に男と女っていうのは基本的にはなんかこうイチャイチャしちゃいけない、イチャイチャしちゃいけないとおかしいですけども、こう結婚をしていない限りは女の顔を男は見てはいけないというふうにありますので、女の周りっていう、女の周りは当然女ばっかりなわけです。つまり何が言いたいかっていうと、そこのね、なんか知んないけど下遣いの女っていうのは女が男に対して送ったというふうに推定することができるということは、その手前なんだっけ、手紙だっけ、忘れちった、人をやりつるって書いてあったな。人をやりつるっていうのはおそらく男から女に向けて人をやりつるだったんだろう。こんな関係になっている。つまりこういうことだよね。男がね、あー今日も会えないのか、寂しいな、ちょっと人がもう送ってみようっつって送ったわけです。で、行き違って女からもなんか手紙がやってきたんでしょうかね。はい、行ったがいて彼方より下遣いの女を起こせたり、起こすは受けるっていう意味ですね。やる起こすは逆の関係です。やる起こすは逆の関係です。そろそろこっちもみんな書き終わってるから、このまま広く使うね。はい、続けていきます。今夜も触る、大事な言葉です。ういちゃん、触るの意味は差し支え、そう、差し支えがあるっていうんですよね。つまり女の方から男に向かってですね、今日は差し支えがあるよ、ダメっていうふうに書いていけるわけですよ。ダーメっていうぐらい感じでね、気持ち悪いですけど許してくださいね。ダーメって言ってるわけです。大丈夫？はい結構怖い顔してますね。はい、すぐに迷う。ダーメって感じでですね、今夜も触るよし言えば待つ甲斐もなく、待つ甲斐がないのはどっちですか？こっちですよね。女がダーメって言われて、ああ待ってもしょうがないなと思うのは男のはずですよね。はい、男の様子です。待つ甲斐もなく、思いしおれたる。しおるって言葉はね、いろんな意味で使われます。人間にしおるを使ったらがっかりするだよ。人間にしおるって使ったらがっかりするだよ。植物にしおるって言ったらしおれるってそのまま訳してください。思いしおれたるに、そやすぐること、そやなんて覚えなくていいけど、そやっていうのは夕方の6時から夜の9時あたりを指しています。夕方の6時から夜9時あたりを指しています。物語がここから動くんです。そやすぐる頃、かの女、丸をつけてわい、惑いきたりって書いてあります。惑うという言葉はそのまま直訳して迷うと訳す時があります。今回はこっちです。今回はこっちです。でも君たちのテストで今回、あの君たちのテストっていうのはあれね、なんだっけ、寸大弁ですね。あれでは連用形プラス惑うという形で書いてあると思うんですね。これには惑うという意味合いは一切ありません。とても何々するって訳すんです。この場合は、この場合はとても何々するって訳すんです。だからなんか目で惑うなんていう風に、その寸大弁ですの問題だったと思うんだけど、みんなこれぐらい問題を覚え込むぐらい復習してね、目で惑うって書いてあったと思うんだけど、それっていうのは別に惑ってはないわけです。みんなで目で惑うって言ってるわけですね。やったーって言ってるわけなんです。テンション高すぎてみんなついてこれてないって顔してるね。俺は無視するよ、大丈夫。はい、頑張って上げてきて、体温2度ぐらい上げていこう、体温2度ぐらい上げていこう、大丈夫。はい、ここではただ惑ってるだけです。つまり女は男のもとに惑い来た、まあ簡単に言えば、もうこの顔してきたんだけどね、ぶっさいから顔してますよ、お前この顔してきたんだと思いますよ、女が。ちょっと待ってくださいね、さっきダーメって言ったのになんで女が来たんでしょう。
もちろんこの手紙わかりますよね。たがってるね、行きたがう、行き違ってるわけですから、女が手紙を書いた時と男が手紙を書いた時っていうのは時間が少々ずれてるわけですね。手紙をもらってから書いたではないんです。手紙をお互いにポンって出しちゃったんです。だから女はダメっていう時にこっちに人やりつれて手紙ばっか書いてるわけです。おそらくその手紙の内容がとんでもない内容だったんです。さあ手紙の内容を見てみましょう。いきます。かの女の窓行きたい、サルがから始まる、これは、コナタよりの消息に、コナタっていうのはこちらですから、X と承知してください。つまり、X から消息、手紙を書きました。その X の手紙の内容を見てみると、こう書いてあった。はい、読む。こよいさえ触りあらぬは、さえっていうのは何々でさえってそのまま訳してでもいいし、そのまま何々でもって訳してもらってもいいです。今夜も触りあらむは、今夜のもしお前がダメっていうふうに言うんだったら、心のほどもおぼつかなし、もう気がかりだよって言ってるだけです。今は立ち返るも、はしたなる、はしたなりって清野さんどういう意味？中途半端である。つまりこの関係性言ってるんだな、俺たちなんか中途半端やねっていう。乗ってこないね。俺たち中途半端だねっていう。わかる、こうバチンってした感じじゃないじゃん。もう、あれだったらバチンかバコーンかどっちかにしちゃうけど、何言ってるか分かりませんね。もうくっつくんだったらもう一回くっつこう。くっつかないんだったらもう別れちゃおう。そんなこと言ってるんだよ、きっとね。明日の身に何塗れば、このままに5つも5つも生き隠れて、これが大事。世も、逃れ、なんて書いてあるんだ、世も、世も逃れ、世を逃る、この言葉が超重要なんです。ちょっと聞いてみようかな、斉藤さん、世を逃るって2つ意味が考えられるんです。どんな意味が考えられるでしょう。1つ目、出家する。もう1つ、はい、いいですね。死ぬって意味があります。今回僕はこっちで撮ってみましょうかね。ねえ、非常に男らしくない手紙書いたんだよ。ね、お前がもし今夜も会えないって言うんだったら俺死んじゃうって言ってるわけですよ。どうです、頭かきむしりたくなってきますね。あ、僕がガラーッとかきむしりたくなってきます。あ、もう言うとね、こうやってって言うんだけどね、僕今日会えなかった、お前と会えなかったら死ぬもんねって言ってるわけです。だから女びっくりして来るしかないですよね。おこいつ死ぬよんだろでっていうぐらいでバーってやってきたんでしょう。それが多分どっかの答えになるんじゃないですかね。はい、はしたなる身に、何ぬればこのままにいずちもいずちも行き隠れて、ようも逃れるべし、ぬうべしで脅威セットです。もう僕死んじゃうもん、そんな感じで訳してくれればいいでしょう。時間もないしね。と言いつかわしつる、つまり男の手紙の内容、今日会えなかったら死ぬもんです。驚きて、もちろん驚いたのは女、Y としておきましょう。女驚きて、割りなく、割りなしに来る子どういうのか知ってるか、これどうしようもないって訳してくれ。どうしようもない、どうしようもなく忍び、人目を忍んで、いでぬるなるべし、きっと出てきたんだろうって感じですね。ぬる完了、なる伝聞推定、べし推量って感じです。つまり、まあ、男はね、あ、俺の書いた手紙でやってきたんだなっていう、俺死ぬって言ったの本気で取ったんだなっていうね、殺し合いたいですね、こういう男ね。皆さん、そういう経験ありませんか、女の子の皆さん。あっても聞きません。はい、では、答え見ていきましょう。第3番。かの女まどいきたりとあるが、女がそういう行動を取った理由、理由は男はもう死んじゃうもんねとか、もうお前の目の前から消えるもんね的なことを言ってるものを探しましょう。1、女は使いの者に呼ばれて仕方なく姫君のお屋敷に戻っていったが、もうこれ関係ないですよね。バック打っといてください。 B、 女は男が訪れないので手紙を送った、逆ですね、バツ。 3、女は夜中になって届けられた、線引いて三角、何でか分かる？そやすぐる頃女が到着したんですよね。そやというのは午後6時から9時の間です。
なんか、推理小説やってるような感じだけども、女が午後6時から9時に来るためには、男からの手紙はそれよりも前に到着しないといけませんよね。真夜中に到着してどうやって6時9時に来るんですか？1日またぐの？1日またいだらこいつ死んでまうで。でしょ？今日会えなかったら俺死ぬもんっつってんのに1日またいだら死んでますよね。本当に死ぬ気あったかどうかは知りませんけども。だから3番そこで跳ねましょう。4番、女はどっからの度々の誘いにも応じる決心がつかず断り続けていた。うん、その触るという言葉のことでしょう。今夜も会えないというのならあなたの前から消えてしまいます、うん、という男の手紙を読んで動揺し、やってこざるを得なかったんだろうと述べられている。答え4番だよ。一応5番も見とこう。女は行き違いになってなかなか会えない。行き違いになってるのはあくまでも手紙だけだけどね。今夜も忙しいのでとても会いには行けませんという手紙が来た。これももう完全に待つ。そんな手紙を書いたのは女のはずだからね。はい、ということで4番です。後で答え合わせしましょう。後で答え合わせというか点数出しますので、本部に戻りましょう。もう今日はね、もうみんなもね、お疲れモードだからテンション高くね、指示の終わりにするんだ。このバカな、このバカなテンションそのまま持ってってやる。はい、いくよ。で、入れるぬなるべし。で、その後の女の行動がすごいよ。やがてはすぐにそのまま耐える。単語、耐えるってどういう意味？気絶するって意味です。耐えて写し心、写しで現実って意味ですから、写し心、まあ小学校訳しましょうか。つまりね、女は男の元に到着しました。男死んでなくてよかったなって安心してしまったのか、もしくはそれまでのプレッシャーがいろいろあったのかどうかわかりませんけども、女は到着した瞬間に気絶したようです。困った話ですね。困った話です。はい、女は到着して気絶したそうだ。はい、続けていくね。物思い騒いては、もちろん物思い騒ぐのは男に決まってるよ。女は気絶してんだから。X で注意ください。その後のセリフもまあ男なんでしょうね。いきましょう。 X のセリフ、例も大事。緑でチェックしてあるよね。例も緑でチェックしてあるよね。甘いけど例もってどんな意味があるでしょう。洗礼いいですね。はい、つまり普段というふうにここでは訳すといいんじゃないでしょうか。普段この段じゃないね。普段、つまり何してるかっていうのね。例を紅葉に耐える折々ありとは何が言いたいかっていうと、この女の癖が書いてあります。この女の癖、爪を噛むとかさ、なんか知んないけどこう貧乏ゆすりするとかだったら可愛いけど、この女の癖は気絶だそうです。こいつは気絶する癖があるみたいです。まあいつもこうやって気絶するっていうあれは知ってるんだけど、知ってるのもすごいですけどね。すいませんね。耐えるお料理ありとは聞けど、どう逆算学、逆説です。今しも、し、罰って結構です。今もと訳しましょう。今もにわかに、にわかには急にでしたよね。急にかかる様なる。かかる様のかかるというのは当然指示語です。つまりこのような状態と言っています。つまりこの問題っていうのは、耐え猶が気絶するとちゃんと訳せてないと解けない問題だったんです。今の女の状態、かかる様という状態で表されています。もちろん気絶する。では選択肢、あ、見てみましょう。この中で気絶しているものをおりちゃん選んでください。あの答えは3番、気を失っているとなるわけですね。選べなかった人多かったですね。耐えるということは気絶するという意味です。決してなんか知んないけどぐったり言ってるとこじゃないんです。そのレベルじゃないんです。皆さんのようなレベルじゃないんです。もう意識がなくなっているんです。いい、女今意識がなくなっているその状況を男は見ているわけです。さあ男はどうするんでしょう。いくよ。かかる様をいかに責む、どうしようって言ってるわけですね。いやー、女が気絶してるよ、どうしようと思い惑われて、まあ思っていて、思い惑っている、まあそのまま訳してもいいでしょう。意味中悲しき、この悲しは可愛いって訳すなよ。普通に悲しいでいい、マイナス意味でいい。
はい、二重悲しきに神仏を念じつつ、もちろん神様お願いって願ってるのは X に決まってますよね。 Y は気絶してくるから願いようがない。神様お願いしますと念じつつ、つと抱き持ちて X が Y を抱いているまるで赤ん坊を抱いているかのように、こんな感じなんじゃない、こんな感じであーあーって感じなんじゃない。でその後何したのかな、その後何したのかな、つと抱き持ちて湯など飲ませぬる、いいね、お湯を飲ませた。だいたいこうね、君たちもこの後、まあ今日打ち上げ行ってる人もいると思いますけども、だいたい打ち上げ行ってね、どうしようもないやつっていうのはね、高校生であることをね忘れて酒とか飲んじゃうんですよね。で、酒飲んでる人間が気絶するときに一番効果的なのは鼻の穴から水を入れる、これが一番効果的です。理由は簡単、そのまま鼻の中から水入ったら人間死んじゃいますからね。だって気管に水通って肺に水入ったら呼吸困難に陥るよ。だから、あら、いいか、これからお前が大学生になってな、いろいろコンパとかあるだろう、その時にもし女の子が倒れた、男の子が倒れたっていう場合は、口から水入れるな、これ鼻から水入れるんだよ。鼻から水入れてごらん、そうすると、気絶一発で治るから。治らない場合、死ぬ。実際に僕はこうやって後輩を起こしたことがある。水持ってこいっつって。口を塞いで鼻から水を入れるんですね。で、まあ要は反射ですよ、反射ね、生体反射です。生体反射で鼻から水入ったら、皆さん鼻から水入ったらうんってやるでしょ、ちゃんとプール入って痛い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 ってなるでしょ。そうなるようにすればいいわけです。ならなかったら、あ、こいつもうダメだ、病院連れて行こうになるじゃないですか。ちゃんと大丈夫、みんなそういうテクニックを身につけていく。いいね、気絶してる、完全に意識飛ばしてる人間がいたら鼻から水を入れてやんな。鼻から水入れても起き上がってこなかったら、そいつは急いで病院に連れて行け。本当に危ない状態でほっといてもダメだ。気をつけろな。どうでもいい話をさせてもらうとごめんね、時間もないのにどうでもいい話はいけないんだけどね、僕高校3年生の時、当然受験生でね、12月31日にね、まあ、家で黙々と勉強してたわけですよ。なんか知らないけど12月31日っていうのは、まあ、僕の住んでいるところは香取中学校があるところあたりなんですけども、まあ申し訳ないかな、香取中学校に通っているお子様っていうのはね、まあ、高校生っていうのは大体大学受験はしない、しなかったよ。俺たちの周りの中に25人、そのね、中学校の卒業、50人だな。50人卒業生いたけども、50人中受験したのは俺と女の子4人だけだからね、大学受験したの。5人、みんなサー高校入った子。で、まあなんか知んないけど、電話パッと来たら、ブルーってこちゃんつって、うっせぇなって言って、マジマジっつったら、あれやっちつってね、石橋バスドっていうやつなんだけど、こいつから電話が来たら、おー石橋どうしたつって、飲むぜつって、バカじゃねえっていう。飲もうぜじゃねえよ、俺受験勉強やってんだよっつって、うるせえよ、左高の女の子たちも来てるぞ、はぁーっていう頭の中にぐるぐるぐるっと回したわけです。いやーずるい、あいつだってみんな推薦で受かってたんです。みんな信じない、僕はごめんね、お金ないからもう国立しか行けなかったから、もう受験勉強するしかないけど、女の子みんなね私立もう通っちゃったんですよ。うわー、お前だけのこと来てないの、うえーって感じですよね。いやでも俺はいいや、今年はやめとく、そっか、あんなこと言うなよとかって言うんですけど、まあ電話をパッ切ってですね、電源落としてですね、ダウンタウンの番組来たわけですよ、こうやって番組の勉強せいって話なんですけども、で、その3ヶ月後受験が終わってね、まあ大学生になったら麻雀覚えちゃうと思って、で、なんかしないで石橋から電話が来て、麻雀やるぜ、いいねっつってね、大学生になりましたから麻雀とか言ってるわけですよ。で、そいつに言われたわけです。お前来なくてよかったと。なんでっつったら、女の子2人倒れたって、救急車来てたって、お前その場にいたら多分捕まってたって、代わりに俺たち警察に行ったけどって。あ、推薦取り消しの子も1人ぐらい出たらしいです。だって救急車が上がるもん救急車が来るってことは身分を紹介されちゃうでしょ。あなた誰ってなるわけでしょ。あなたが誰も知らないで運んでくれませんよね。あなたが日垣ゆりはこういう人間だって分かって救急車で連れていくわけじゃないですか。バレちゃったんだって、気をつけろよ。はい、どうぞ。みんなでした。はい、やー始まる。はい、で、どこまで読んだんだっけ。神仏を念じつつ育てもして湯など飲ませるのに、かろうじて生き入れる線引いて、つまり、まあ復活したってことですよね。 Y が復活したわけです
息入れぬにまずいと嬉しい、嬉しいと思ったのはおそらく男でしょう。 X としておいてください。ようよう心を沈めつつ、まあ心を落ち着かせながらよろずのことども語らうね。 X と Y が世間話をしている、いろんなことをお話しているってことなんでしょう。よろずのことども語らうも夢のようなに、まるで夢のようである。いつしかと吹けゆく秋の夜、軒もあらわなる、あらわなる聞いておこう。清野さん、あらわなるの意味は丸見えだね。はい、その通り、丸見えである。つまりそのなんか知らないけど、男と女が落ち合っている場所、汚いんで消しておくけども、男と女がいる場所っていうのは丸見えらしいです。これ何がヤバいか分かりますね。あれ、男と女がなんか部屋でイチャついてるぜって他人が見ちゃった場合にはそれはまずいわけですよね。それを他人に見られたらまずいわけですよね。だから男はこんなことを考え出します。続けていきます。軒もあらわなる、草の色の戸口さえさながらなる。戸口っていうのは入り口ですよね。入り口がそのままガラガラーンって開いていると、まあ、大変な状態です。差し入りし月影もいつしか雲隠れて、雨を誘える秋風肌寒く、打ちしめぎていく虫の声声糸は合わないって言ってます。つまりガラーンとした状態で、もう X と Y はこういう風にもうガラーンとしてる状態で、まあギリギリするこんなことしないとは思うんですけど、まあそんな感じでね、虫の音が鳴っているよっていう話でした。次、誰かの和歌です。 A の和歌でしょう。風渡る草のたもとに争いて、梅雨散りまごうそれの 上から。梅雨丸つけといて、赤ペンでいいよ。袖丸つけといて。金岡君、梅雨袖、この言葉で連想するものとは。苦しそう、小倉さん。涙ですね。まあ男は涙を流していると考えるのはここでは適当でしょう。まあ会えた嬉しさとでもしとけばいいですか。はい、では明けゆく、話は変わります。見ていくよ。明けゆくさ、軒の雨注ぎもまだ雨降ってます。糸わびしく苦しい心細い、糸わびしく降りしきるに雨がジャーッと降ってるわけですね。立ち入れむ、よし出発しよう、出発しようというのも、そんな空もなくて小森よりずっと雨降ってるからねってこと。人や見つけむ、これ X の心の中のセリフ、 X と書いてください。続けむでやっぱり脅威セット、人に見つかったかもしれないとでも訳せばいいんでしょうね。けむは過去推量です。はい、つまりこのことです。ごめん、汚く言うしね。あれ、もしかしたら僕たち誰か人に見られたかもしれない。さあ、ここから始まるのは何が始まるかというとね、みんなの大好きなこれが始まるわけですよ。逃避行が始まっていくわけです。はい、じゃあどんな感じなんでしょうね。と思うも、意図恐ろしきに、雷さえおどろおどろしゅ、はい、大げさに気味が悪く、と訳しましょうか。大げさに気味が悪くなれば、またもいかならむ、どうしようと思ったのはおそらく X です。いかならむと、女の心を思いやるに、女大丈夫かなと心配している。ね、だって、この女の趣味、趣味じゃない。この女の癖は何？気絶でしょ？雷でもなったこと気絶してんじゃないのかなっていうふうにまた見てんじゃないですかね。はい、続けてまいります。驚しゅうなればまたもいかならむと、女の心を思いやるに、我さえ意図苦しくて、自分だけでも苦しいって言ってるわけですね。自分も心苦しい、女の心苦しいと思ってるに違いないという男の推測。我さえ意図苦しくて、胸を押さえつつ、なぐくれと慰め暮らす、お互い慰め合ったって感じ。ようよう雨を晴れぬれと、同逆三角。雨は上がったけれどって感じですね。雨は上がったけれど、風はなお激しくに、風はビュービュー吹いている。さすがに、そうは言っても、やはり、人目もはばかられて、絶対俺たち見られてるんじゃねっていうことをやっぱり男はずっと気にしてるわけです。さすがに人目もはばかられて、黄昏時、夕方か？黄昏時よりいで立ちける。つまり、この X と Y が落ち合ったところから、出ていったっつってるわけです。続けていきます。怪しき車に乗りていく、怪しはここではみずぼらしい、粗末なと取るべきでしょう。つまり2人で車に乗ったんだって。車って言ったらタクシーが乗れねえぞ。はい、もちろん牛車が。はい、2人が乗りていくに、女丸をつける。ここ多分どっかの答えの根拠になっているはずです。かねて心合わせるものから、ものからとか
物ゆえという言葉がよく出てくると思います。正確にはこの絵はこの絵ですね。これっていうのは逆説を表しています。トップギアの一番最後でやりましたね。覚えてる気がしますね。あんなね、はい、つまりまあね、男と女っていうのはまあ確かに昔からまあ心を合わせたものですよ。でもねっつってるわけです。何言いたいか分かる？だってこれ確実にもう拉致られてるじゃん。女は自分の自由を拘束されちゃってるよね。分かる？これ刑法でもね、女の人がイヤイヤのところで車に乗せた瞬間に誘拐犯を成立しますからね。誘拐犯の成立要件そこなんですよ。つまり車に乗せるって結構大切なことなんです。だから男の子ちょうど車をね、ちょっと取ってしね、女の子車を乗せるときは勝負だってことですよ。ありがとうございます。なぜ聞いてない。各思いかける道、このように思いかけないぬ打ち消し。はい、各思いかける道にゆくりなく。はい、新井君ゆくりなくよろしく。突然に憧れもよろしく。あ、完璧だ。突然にさまよい入れぬるね、突然さまよって入れぬるね。つまりなんか知らないけど、まあ X に連れて行かれて、そんな感じです。さすがにそうは言ってもやはり悲しく、今さらニヤニヤ赤ペンで丸つけて、久しぶりに出てきたね。ニヤっていうのはおそらく姫君あたりを指しているんでしょうかね、もしくは京都あたりを指しているんでしょうか。姫君の御方、あ、姫君ここでやっと出てきました。丸つけてください。姫君の御方のみ恋しくてよよと泣かれぬ。つまり何が言いたいかっていうと、Y っていうのはもともと姫君の近くにいた人間らしいです。その姫君の近くにいた人間が X にこうやって拉致られてるわけです。拉致られて Y は、ああ、今姫君何してるんでしょう、ああ、姫君に会いたいわ、的なことを思ってしまった。ということが書かれているわけです。選択肢見てみましょう。問4番。あ、ごめん。問 C まで読まなきゃダメだ。戻って。よよと中根、続けていきます。男は年頃の恋叶えて、いいね、年頃、数年来、恋、かねてからの願い。問題ないですよね。我と一緒にいることが年頃の恋なんでしょう。叶えて、雨の名残の意図らしき道をたどりゆく苦しさもかつは忘れつつ、あ、俺今 Y さんと一緒にいる、 Y さんと一緒にいる、道はこんなガラガラ走れてるの、あ、よかったよかった、いい感じで、こんな道の辛さも忘れちゃう。そのこと言ってるわけです。ただ急ぎに急ぎて、はい、何々に何々という形ですね。動詞に動詞っていうのはただ急ぐ、ね、ひたすら何々すると訳してください。ひたすら急いで、夜中打ちすぐる頃、夜中を過ぎました、夜中を過ぎた頃、元の渚、この渚ってどこ指してるかっていうと、はい、ここチェックしてください。播磨の国、明石の裏あたりに男は住んでいたわけですよね。ちょっと変なこんな地図を書きますけども、明石ってどこら辺にあるかっていうのはよくわかりませんけども、兵庫県あたりでしょうね。兵庫県の明石ですから、ここら辺にあると思うんですよ。つまり何が言いたいかというと、 X と Y、 おそらく京都近くにいたんでしょう。すんごいいい加減な地図でごめんね京都あたりに X と Y はいたんでしょう。だからどうしたかっていうと、 X と Y は多分ここまで来たって言ってるんです。そしてここが X のセーター、つまり完全に北朝鮮と同じように、洋上による拉致です。船で運んじゃおう、船で運んで逃げれば問題ないっていうね。やっぱり船、海って偉大なんだね。海を隔てると逃げ切れると思うんでしょう。はい、続けていきます。急ぎに急ぎ、夜中打ちすぎること、元の渚にきつきて、ありし船、まあ、ここら辺に船でも置いといてあったんだろうね。ありし、し過去です。ありし船に移しのするほど、さらに知る人なし。はい、全く知る人はいなかった。つまりここまで拉致が順調に進んでいると。やがてそのまま差し下すに、糸解く過ぎゆくも嬉しく思うよ、早く時間が過ぎていくのも嬉しく思う。はい、ここまで読めれば問題ないですね。男 X は、自分のかねてからの願い、女と一緒にいるという願いが達成されているから嬉しいと思っているんでしょう。さあ、問4番ご覧ください。1からいきます。女が旅立つことは了承した、これはよくわからないから千人と罰。2、女は結婚の約束はしていた、恋仲になったとまでは書いてあるけど、結婚の約束とまで言ってるかどうかわからない。跳ねとく。
3、女は男の願望を知ってはいた。これも怪しいから線引いて三角。続けて、4番、女は手紙こそやり取りしていたものの突然こうして連れ出されることが心外で、主人の心労を線引いて三角。主人というよりか姫君の方がいいはずですね。5番、女は男と心を通じる中ではあったものを崩して都を去ることが予想外で、姫君の屋敷での暮らしでも名残惜しいのに対して男は人目を気にしつつも、いいですね、ここら辺です。人目を気にしつつも女を連れて帰れることを喜び、旅路を急ぐ気持ちになっているから答えは5番。セイノさん、あと何分かかる？8分ですか？違う、18分です。はい、じゃあ全然大丈夫ですね。はい。川尻を離れればからやりましょう。川尻を離れれば、沖塚た風が浅ましゅう吹きて、波さえ凧を立ち来る。波がバーンとバーンと来てます。習わぬ。この習わぬの習うという言葉は、慣れると訳してください。慣れない人にはって感じです。慣れない人はましていと苦しげ。はい、この子に質問。X と Y、海に慣れてないのはどっちのはず？女の方 Y です。そうです、女の方 Y でございます。つまり慣れていない女はより苦しいよね。まして苦しげにて意地重を思い惑える様の心苦しければ、女がへえあーもう私踏んでもずるるるってなってるじゃないですかね。はい、心苦しければもろともに両方ともっていいです。二人ともっていう感じかな。絹引き担ぐ、担ぐは褒美として与えたり、もしくは被る、服を被る。くみこ大丈夫か。はい、うちうちおり我が住む方も水しか近づきぬる心地するにね、自分の住んでいるところにどんどん近づいている感じですか。はい、近づいている感じ。明け行く空の光に見れば面白き、まあこれは趣がある、趣がある家のほとりを漕ぎゆく。波に立てる、このるは完了でしたね。立つが盾になってます。はい、完了の助動詞る。松の子の姿に小杖かかれる桂の様など絵も言わず、絵図不可能。はい、ですから何とも言えないほどおかしき、趣があるということでしょう。何とも言えず趣がある。彼を見たまえ、おそらく X のセリフです。あちらをご覧ください。種しあれば、種さえあればって感じですか。種さえあればかかる荒い磯、このようなね、植物が生えないような磯にさえ追いいずる松はありけるものを、こうやって松が生えるんですよっつってるわけです。何が言いたいんでしょうね。まあ続けていきます。などいうに、女少し頭をもたげたり、持ち上げるがもたぐというふうに省略されました。女は頭を持ち上げた。朝日影、影は光、朝日の光が華やかに差し入れたる、トマのひまひまもはしたなき。愛想がないと、ここで訳させてください。愛想ない心地するに、寝たくれ髪の糸を乱れたるを書きありつつ。ごめん、誰の様子を説明してる？ういちゃん、寝たくれ髪の糸を乱れたるを書きありつつは誰の様子？ XYH ですね。 Y の様子なんでしょう。女の子が寝た状態、寝ぼけまの子でなあ、うん、こんな感じなんでしょうかね。寝たくれ髪の糸を乱れたるを書きありつつ、恥ずかしげに紛らわしいたる、マミ、マミは目元、目元が糸、おかしげなる、おかしげなる。おかしげなるのポイントは一つ、これは人に使っている。二つ、この話は男が女を評価するときに使っている。三つ、下という言葉は比較級。清ならに清下なりの関係と一緒です。清ならに最上級に美しい、清下なり小ざっぱりとして美しい、まあそんなに美しいってわけじゃないけどっていうような意味がある。だからおかしげなるという言葉、男が女に使っているから、まあおかしはね、別にどう訳してもいいわけですよね。まあ景色じゃなくて人間に対して使っていますから、まあ優美であるって取った方がいいじゃないですか。目元がね、だってそうでしょ、男は女に対してもうラブラブ光線出してるわけじゃないですか。これにね、あ、この女ダメだなって訳すわけないじゃないですか。どう考えてもこのおかしはプラスで取るべきだ。じゃあ女の子に対してお菓子を使った、しかもゲがある比較を使っている、もっと端的に言えば可愛いって訳したらいいんじゃないの。あ、なんか寝起きのこの姿が可愛いですって言ってるんじゃないの。気持ち悪くてごめんな。はい、選択肢、一
とやかな様子×優しい関係ない滑稽は取っちゃダメ、絶対これは選んじゃダメ。4番かわいい様子品の良い、まあ、品の良いは多分選べないでしょうね。だって寝ぼけまなこでポコッと起きてこうやってる人間が品が良いですか。まあ分かりませんよ、この女の子の中には寝癖も品が良い人もいるかもしれませんね。いるかって話ですよね。はい、ですので5番落としてください。答え4番。続けていきましょう。はい、なんだっけ、今よりかくて心もどかに見るべしね、ゆったりと見ようようと思うも嬉しきものから、ものから逆算吐く。つまりね、よしこれで女を拉致した、多分一人も見られてない、よかったゆったり見ようぜなんていうふうに言ってるけれども、後よりこぎ来る船は追い来る人にや、にやは疑問でしたね。に断定やが疑問、つまりあれ後ろから船が来てる、もしかして俺のことを追ってるのかなと、なお胸つぶらしく思い、はい、まあ心配心配でならなかったっつってるわけですね。最後いきます。かろうじて何がしの裏に寄せる、まあここに到着したんでしょう、きっと X の成果の裏に到着したんでしょう。はい、船見と丸をつける。明日のもの、明日のもの、まあ食事ですよ、朝食を参れよ、この参れは尊敬語です、この参れは尊敬語です。食べ物に参るは尊敬語です。普通マイルはね、謙譲語だけども、食べ物プラスマイルは尊敬語です。OK。藤田まいきのみや糸と心地も足かんなるものを、かんなると書いてありますので、このなるは伝聞推定。つまり、ずーっとなんかね、伏せてたじゃないですか、ジャポンジャポンと伏せてたじゃないですか、ちょっと気分悪いでしょう、気分を冷ますためにご飯でも食べたらいかがですかっていうふうに言ってるわけですね。など、いいて、はい、など、言う。怪しきまかない、まかないも食事という意味です。明日のものとまかないをつなげておいてください。クミコ頑張れ。まかないを身も入れず宇宙したる、つまり何が言いたいかというと、どうぞお食事食べてくださいって言われてるけど、多分女でしょうね、女がそっぽを向いてるわけです。まかないも身も入れず宇宙したるを、船の酔いは浜面を歩く波糸と毒さのあるものを、こう言ってるわけですね。船の酔いね、船酔いっていうのは、岸の周りを歩くとすぐ冷めますよ、おそらく X のセリフじゃない、とて、強いて強引にそそのかして降りぬ、強引に下ろしました、ようよう心落ちいぬるままに、だんだん心が落ち着いたのにも取ればいいんでしょう、心落ちいぬるままに人見ぬ松陰に降りいて、人が人を見ないね、人がそこには誰もどこにもいない松陰に降りいて、有栖様会ったこと、昔話ですね、月日隔てておぼつかなさなど語る、俺お前に会いたくてしょうがなかったんだよ、そんな感じのこと語ってるんでしょう、心の内にはさまざま思い続けることの多くある、心の中にはいろいろなことが思い続けているものがたくさんありますけども、片身に紛らわして貝などを拾う、そして貝を拾った後の歌が大事になってきます。いいから参りましょう。いいの歌、これは男の歌ですね。E の上に X をしておいてください。読んでいきます。洗いそのスラッシュ。波にたゆとうつせがい。まあ、かい、ちょっと四角チェックしておいてください。いもせ。一応聞いておくな。いもせ。二つ古文単語があります。何ここかな。ひろきさん、いもってどういう意味？愛しいあなた、男性女性どっち指してる？女性。背も愛しいあなたでいいでしょう。男を指してます。いもせそのある時もありけ。つまりね、多分ね、こう貝を拾ったんですよ。貝って大体こんな感じじゃん。二枚貝じゃん。ハマグリとか美味しい季節になってきましたね。そうか。まあいいや。あるじゃん。まあこの貝っていうのはプツンと切れちゃった。なんか知りたいけど、まあこういうのを貝合わせって言うんですけども、このプツンと離れたもの同士、多分こうやって貝を拾ったんですね。中身に空っぽのやつくっつって、おって言ってこう立ったんでしょうね。あ、こうやって二人が出会う時もあるんですね、なんていう風に男は歌っている。問題ないでしょ、女と一緒にいることが楽しいっていうことをここで言いたいわけじゃないですか。それに対して女の歌はどうなんでしょう。といえば女 F、 ワイプしておいてください。備えぬるスナッシュ、いもせもいかが頼むべき、いかがべきで反語です、いかがべきで反語です。
つまり頼みになるものはあるでしょうか、いやありませんって言ってるわけですね。私たちは一緒になりましたけれども、この後何か頼りになるもの、この後の生活のつてなどあるんでしょうか、いやないですよねと。虚しと聞きし裏の急がい、はい、別にまあそのまま訳してくれればいいんですけども、つまり F っていうのは何て言うんでしょう、二人でいても心細い、E はこっちの方ですね、こっちっていうのは Y と一緒にいて嬉しいというようなことをそれぞれの和歌で歌っているのではないでしょうか。よくね、復習しておいてくださいね。はい、答え合わせして終わりましょう。問い1番、う、心落ち塗るままに、まあ気持ちが落ち着いていると取っているもの、はい、時間なくてごめんなさい。問い1番の、う、まあ一番難しいかもしれませんね。1番となるでしょう。問い2番は確認しました。問い3番も確認。問い4番も確認しましたので、問い5番。種しあればかかる荒磯にも追いずる松は生きるものをは、古今和歌集、種しあればスラッシュ、岩にも松はスラッシュ、追いにけりスラッシュ、恋をし恋はスラッシュ、あわざらめやもという歌を踏まえた表現である。男はこれによってどのようなことを伝えようとしているんでしょうか。要はさ、 X は Y と一緒に入れたことを嬉しいと思ってるわけだね。一緒に入れたことを嬉しいと思っている、一緒にいてこれからいろんなことが生まれるじゃないですか、的なことでも言いたいんじゃないですか。わかんないですけど。1番、厳しい自然環境であっても種がいつかは常緑の松と育つように、初めは淡い恋心、線引いて×。互いに心変わりしなければこうして固い絆に結ばれる。だってさ、あくまでもこれってさ、 X が Y に対してなんかこうやって波状攻撃をかけてるような感じだったじゃん。これでなんかお互いの恋心が強いとかっていうのはどうなんだよ。はい、2番いきましょう。2、厳しい自然環境であっても種さえあればいつかは松が生えるように、ひたすら恋し続ければどんなにも困難な状況であってもこうして一緒になれるのだ。まさにこれは X 目線ですよね。いい感じじゃないですか。3番見てみます。どのような自然環境であっても種から松が育つには年月がかかる。年月がかかるっていうことを言いたいわけじゃないんじゃない。線引いてバツっといて、声が芽生えたとしても心から親愛し合える仲になるには長い時間が必要なのだ。それは Y が言ってんじゃねえかな、もうおそらくね。はい、それ線引いてバツっといてください。続けて4、厳しい自然環境であっても種がいつしか大木の松に育つように、信仰強く待ち続ければ、ちょっと待った、線引いてバツっといて、どうだい、この行動は信仰強く待った結果かい。違うよね。完全にもう X がね、辛抱たまらんつってもう Y にとんでもない手紙を送って Y を連れてきて拉致した、これが辛抱強い。おかしいだろう、正義で罰。ほら、どのような自然環境であっても種がなければ松は生えてこないように、どんなに恋したっても相手が応じてくれなければ恋が成就することはない。いやいやいや一応 X の中ではね、年頃の方に叶えたりって書いてありますから、ご飯はほらアピール罰っていいでしょう。ということで答え2番。はい、問い6、あと何分ですか。5分です。よっしゃ。はい、いい F の歌を読むことによって男と女それぞれどのような心情を言い表そうとしますか。こんな感じです。X は Y と一緒に入れて嬉しいが、 Y はまあ2人で一緒にいてもこの後がどうなるのか心寂しいわつってるわけですね。1番、男の歌は貝殻が離れ離れにならず2枚とも揃っていることに託して女とぶち落ち合えた喜びを表しているのに対し、女の歌は中身のない、貝殻は所詮ぶら下がしい、磯辺を漂うしかないと切り返すことにより身寄りのない自身の境遇が不安であることを表明している。おお、なんか1番答えっぽい。2枚いきます。男の歌は貝殻が離れ離れにならず2枚とも揃っていることに託して、理想の女性と暮らせることの喜びを表しているのに対し、女の歌は丈夫ではない我が身、丈夫ではない我が身、なるほどね、気絶癖を中身のない貝殻に例えることにより男と添い遂げられないのではないかという不安、線引いてます。不安している内容が違う。3番、男の歌は貝殻が離れ離れにならず2枚とも揃っていることに託して女と一緒にいられることの喜び、繊維というね。1番との違い分かりますか。1番との違いは、1番は女と無事落ち合えた喜び、3番は女と一緒にいられることの喜び。かなかに質問、より答えとしてふさわしいのは1、3だったらどっちだ。1、3だろうね。大丈夫か。
無事落ち合えたっていうのはあくまでもここだけだぜ。その後拉致って拉致ってってことだもんね。 OK 続けていきます。を表しているのに対し、女の歌は2枚揃っていたとしても所詮は中身のない貝殻であると切り返すことにより、男との将来が不安である、不安である内容も一致していそうだ。はい、4番、男の歌は貝殻が払われにならず2枚とも揃っていることに託して、女と再会を果たせた喜び。これも1番と一緒です。理由は1番と4番と3番を比べるんだったらどう考えても3番だって連れ帰っちゃってるぐらいだもんね。年頃の恋、女と一緒にいることですよね。ですから4番もそこに跳ねましょう。最後5番です。男の歌は貝殻が離れ離れにならず2枚とも揃っていることに託して、会えない辛さを乗り越えた喜び。まあうーんって感じがしますけど、まあほっときますのに対し、女の歌は中身のない貝殻はもはや閉じることはない、閉じることはない、線引いて×、二度と会えないのではないか、もっと×。はい、非常にこれも難しい問題だったんですけども、よりどれの答えっぽいかというふうに言われると、やっぱり一緒にいられることの喜びというのを、書いてある3番が答えになるのではないでしょう